私、メルプチ、レギュラー生、リリカはメルプチを。卒業しません。私、高校になって学業を優先しようと思ってて、ギリギリまではメルプチ卒業を考えてました、正直。でもやっぱりスタッフさんとか母とかと考えた結果、メルプチを続けようということになりました。やっぱり私の中でこのメルプチいた2年間はとても大きくて、とても成長できた場所でもありました。ファンの方、そしてメンバーとの関わりも一つの青春だなっていうことに気づきました。なのでこれからもこのメルプチにいたいなという思いが強くなったので、学業ももちろん今まで通り頑張るんですけど、今まで通りメルプチのリリカとして応援よろしくお願いします。私、メルプチレギュラー生マホコはメルプチを卒業しません。はい、理由としてはメルプチが本当に大好きで、やっと入れた中学2年生の時、ここから1年半こうやって活動させてもらってたんですけど、卒業するかしないか選択できるってなって、やっぱりまだこの大好きなメルプチを続けていたいって思いました。ポップティーンも 100% 頑張るし、こっちのメルプチの活動も 100% だから、もう 200% で頑張ろうっていうふうに思いました。高校生になって今まで以上に絶対すごく忙しくなるし大変になると思います。今までも大変な時にすごく助けられたのはプチっ子の応援があったからなので、引き続き私のことをたくさん応援してくれたら嬉しいです。女子高生になったマホコも引き続き応援よろしくお願いします。私、メルプチレギュラー生みなつはメルプチを卒業しません。卒業しないっていうふうに決めた理由は、今までは中3で卒業っていう形だったので、自分が中3になってこの後どうしていこうかなとかをよく考えたりしていたんですけど、一番不安だったのはメルプチがなくなってからどういう風にみんなと関わるかとか、みんなの目に留まるようにな活動ができるかっていうので、そういうのを考えた時に、まだ私はメルプチでもうちょっとその将来の夢に近づく準備をしていた方がいいなと思ったので、今回は卒業しないっていう風に決めました。高校生とかになって大変なことも増えると思うんですけど、そういうのも私の学校はこの活動をプラスにできるような授業を学べるので、そういうのもより活かしてもっとレベルアップしていけたらなと思っています。私は結構他のメンバーと違って部活を本格的にやっていて、自分の全力が半分になっちゃったりしていたところが ありました。なので高校生になったらやっとここで全力が出せるんじゃないかなと思っているので、これからの JK のみなつをぜひぜひ楽しみに期待して待っていてください。
私、メルプチレギュラー生、ジュニは、メルプチを、卒業しません。私には将来の夢があります。ですが、まだ将来の夢に向けての準備ができていません。メルプチにいたらもっといろいろなことを学べるので残ることにしました。メルプチメンバーやスタッフさん、そしてプチっ子のみんな、もし私が夢への道で迷っていたら、たくさんアドバイスをくれると嬉しいです。ジニはまだまだ成長していきたいです。今後ともよろしくお願いします。はい、ということで一人一人で答えたと思うんですけど、みんなどっちにしましたか？じゃあ真帆子から卒業するかしないか。はい、はい、私は卒業しないことにしました。しないんだ。はい、私は卒業しません。おーおー、しないんだ。しない。じゃあ卒業しません。みんなして神の土ちゃん。私は卒業しません。おーしないんだ。ってことは4人ともしないっていうのを選んだってこと。うん、すごい。じゃあ今まで通り良かった。本当に良かった。一人だけ卒業とかならなかった。誰かしら卒業しそうな雰囲気だった。めっちゃ安心した。高校生になったらさ、やれること増えるじゃん。確かにね。いや、楽しい。いろんなことに挑戦できるよね。水泳とかない？あ、ないないない。すいません、水泳だけは。ないないない。ない。はい、高校生になって新しくまたさらに私たちで力を合わせて、はい、新メルプチレが待っていきましょう。頑張りましょう。さあ、もう最後まで聞いてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。